3、2、1、一歩。みんな、ペンギンの一歩だよ。今から、新見南吉さんの、飴玉っていうお話をするね。飴玉、新見南吉。春の暖かい日のこと、渡し船に二人の小さな子供を連れた女の旅人が乗りました。船が出て行こうとすると、おい、ちょっと待ってくれと土手の向こうから手を振りながら侍が一人走ってきて船に飛び込みました。船は出て行きました。侍は船の真ん中にどっかり座っていました。ポカポカと暖かいので、そのうちに居眠りを始めました。黒いひげを生やして強そうな侍がこくりこくりとするので、子供たちはおかしくてふふふと笑いました。お母さんは口に指を当てて、黙っておいでと言いました。侍が怒っては大変だからです。子供たちはだんまりしました。しばらくすると、一人の子供が、母ちゃん、飴玉ちょうだいと手を差し出しました。すると、もう一人の子供も、母ちゃん、私もと言いました。お母さんは懐から紙袋を取り出しました。ところが、飴玉はもう一つしかありませんでした。私にちょうだい、私にちょうだい。二人の子供は両方からせがみました。飴玉は一つしかないので、お母さんは困ってしまいました。いい子だから待っておいで、向こうへ着いたら買ってあげるからねと言い聞かせても、子供たちはちょうだいよちょうだいよとダダをこねました。居眠りをしていたはずの侍はパッチリ目を開けて、子供たちがせがむのを見ていました。お母さんは驚きました。居眠りを邪魔されたので、この侍は怒っているに違いないと思いました。おとなしくしておいでとお母さんは子供たちをなだめました。けれど子供たちは聞きませんでした。すると侍がすらりと刀を抜いて、お母さんと子供たちの前へやってきました。お母さんは真っ青になって子供たちをかばいました。居眠りの邪魔をした子供たちを侍が切り殺すと思ったからです。飴玉を出せと侍は言いました。お母さんは恐る恐る飴玉を差し出しました。侍はそれを船のヘリに乗せ、刀でパッチンと二つに割りました。そして、それと二人の子供に分けてやりました。
それからまた元のところに帰って、こくりこくり眠り始めました。